い、どうも山さんです。今日はですね、ダイレクト FC さんのキーパー陣に来てもらいました。おっしゃー、はい。みんな緊張してる？はい、はい、今日キーパー多いんで自己紹介をねちょっとしてもらいます。よろしくお願いします。はい、リトね、はい、拍手。はい、次。リトです、よろしくお願いします。ほい、はい、はい、セイゴです、よろしくお願いします。セイゴ。トダイチです、よろしくお願いします。ダイチ、はい、拍手。リチライです、よろしくお願いします。ライトユビキです、よろしくお願いします。よし、じゃあ今日6人ね、キーパーいるんで、多いね、ダイレクト FC さん多いね、キーパー。シュートストップを中心に今日ちょっとトレーニングやっていって、キーパーバトルっていうのをちょっと最後ね、やろうかなと思うので、そう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 、全員でね、楽しくちょっと撮影していくので、みんなで頑張っていきましょう。いいですか？はい。それではやっていきましょう。しっかりキャッチ。おー、ナイスキャッチ。そのまま手こうやって返すだけで最短でいける。こうやってキャッチ。脇どうなってる？やも。閉まってるよね。そうするとしっかりボールに力が加わりやすい。おー、いいね。速い。ナイス。バッ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 。挟まないね。ゴー。バンバンゴー。2番。運べ。同時、そう、手と足同時が難しい。手と足、そうそうそう、カットだ、そうそうそう、構える、そう、いいね、ナイス。はい、スピーディーにやっていくよ。そう、いい姿勢、構えろよ、構えろ。そしたら、はい、はい、手と足、同時に引きね。あ、素晴らしい。手と足同時、いいね、ナイス。浮いてる、そのまま、ボールに出る、カットだ、せーの、カット、そうそう、できた。あー、OK、はい、FC さんとの、キーパー陣と、キーパートレーニングをねやっていきました。みんなどうだった？楽しかった？はい。よし、じゃあ最後みんなに感想をねちょっと聞いていくので、一言でいいので、じゃあ最初ライから。構えを狙って、うん、反応をできるようになりました。はい、素晴らしい。ポジションをできて嬉しかったです。あ、なるほどね。はい、じゃあ次イブキ。ローリングラウンを学んで倒れて、うん、できたので良かったです。基本のことを学べて、うん、帰りができたので良かったです。おー、なるほどね、手と足同時にね、できるようになったもんな。はい、じゃあ最後リト。フラジャンプをできるようになったから嬉しかったです。おー、なるほどね、はい、素晴らしい、拍手。
はい、山さんから見てもね、あの一人一人すごくあのシュート止めれるようになったと思うし、そこはね、あの2時間っていう短い時間だったけど、成長できたかなと思います。今日学んだことをしっかりと次は試合でね、生かして、いけれればなと思うので、次生かして頑張ってください。いいですか？はい、はい、出張コーチングはいろんなね、各チームを回って、取材やっているので、気になる、保護者の方や、チームの監督さんはぜひ概要欄チェックして、出張コーチング受けてみてください。じゃあ最後にチャレンジャロット、いいです。